皆さんこんにちは。どこ見たらいいんだっけいつも迷っちゃうんですけど、皆さんこんにちは、マリです。久しぶりに、ちゃんと顔出しの動画でお届けしようと思います。ちょっとカメラから遠いので声がちっちゃいかもしれないんですけど、後で調節できたら調節します。今聞こえてるようにお隣の隣の坂を降りて2軒目のお家が家を建ててるので、昼間は結構大きなノイズがしています。申し訳ないんですけど、ちょっとお外から配信したかったので、お外からお届けしたかったので、ちょっと騒音はお許しください。昨日ね、また Hi from Mali で現状報告したんですね。それからソマリアという曲のサビだけビデオをアップしたんですけど、なんかその2つをアップしたら、登録者の数が減ったんで、何か皆さんに面白くないというか、皆さんの気持ちを、明るくさせられない何か内容だったのかなと思ってすぐに消してしまったんですけれども、私の現状報告を聞いて、なんていうのかな、私が今どんなところにどんな感じでいるか把握して楽しいと思う人もいるし、またなんかね、思うようにいかないことがあって文句言ってるなって思う人もいるかもしれないんですけども、とりあえず私はもう1週間お風呂に入ってません。その代わりすごい汚いかって言われると多分そうではなくて、いろんなワイプスであっちこっち拭くし、毎日のようにお湯を沸かして大きなお鍋をお風呂場に持ってって、大きな お鍋って言ってももうカラスの行水しかできない量ですから、そこにちょっとお水を足しながら体をこうちょっと洗ってそれを流していくっていう感じで、足の指の間も綺麗にしてるし、私が匂うってことはないと思うんですけど、やっぱり昨日の夜とかも寒かったので、お風呂に入りたいなって思いました。お風呂も別に毎日毎日ね、こちらはお風呂を沸かせるものじゃないので、お風呂にお湯溜めて入ってると入ってる間にお湯が冷めてきちゃうから、そんなになんかすごいずっとあったかいままではいられないんだけど、でもやっぱり寒い冬の日っていうのはもう3月ですけどね、お風呂に入って体を温めるっていうのが私好きなので、それができない、贅沢な悩みですけどね、その寂しさも味わいました。でもカラスの行水、ゆうちゃんおいで、カラスの行水をするのも寒いお風呂場でね、そんなに大変だなとは思わなかったので、だそういう常にあるものがない生活っていうのも一応まっさらな心で受け止めて経験していろいろ感じているところでございます。で実はボイラーのね、サーモの白いボックスがあるんですけども、それが壊れたからパイロットランプに火がつかなくなったんだっていう、一番最初に点検に来てくれた業者さんがそう言ったので、そのボイラーの製造元に電話してそれをお伝えして、その部品が届くのに6日くらいかかったんです。でようやく昨日届いたんで、元からのフェデックスでね、月曜日に着くっていうことが分かってたから、すでに他のね業者さんに予約してて、でその人が昨日来てくれたら、そのサーモスタット、そのサーモの箱、私もよく分からないんだけど、それが悪いんじゃなくて、ヒーター、ガスヒーターじゃない、ウォーターヒーター、そのボイラーの中が水漏れしているっていうこと、外に出てきてないから分からなかったんだけど、出てこなくてよかったんですけども、なので最初から不良品だったということで、でも驚いちゃうのは、そのボイラーを家に2019年に入れてくれた、ちょうどコロナの騒動の初めぐらいですね、入れてくれた業者さんをうちに呼んで見てもらったのに、僕こんなのここに入れてないよとかって言い出して、だってこの会社嫌いだもんとかって言うんですよ。いやでもあなたなんですよ、本当にあなたしかいないです。ちゃんとメモもあるし、そしていやいや僕こんなのだってストックに持ってないもんとかって言うから、いやいやあなたですよって、私のお家覚えてるって言ったでしょって、でとにかく説得してお家帰って伝票でも見てみればっていう風に言ったんだけれども、その答えは返ってきてませんが、とにかく今日になって私はもう緊張して朝早く目覚めて、そのまた製造元にね、電話をして事情を説明しなきゃならなかったんですよ。パーツが悪かったんじゃなくて、
不良品らしくてさ、もう2年しか経ってないのに中で見積もりしてると、だから全特価してもらわないと困るんですけどって。でまたもうボクシンググローブつけて大変なことになるのかなと、いやいやそんなはずはないとかって、いやいやそんなはずだっていう押し問答になるのかなと思ったら、結構あっさりと、いや待ち時間は25分ぐらい電話出てもらうのに待ちましたけど、話はスムーズにいって、まあそのシリアルナンバーを渡せば、ボイラーは取り替えてもらえるようになったんだけど、そのボイラーを返してお店に買いに行ってもらわなきゃならないから、またそれがね、その分のお金も取られるし、自分ではとてもそんなことできないからね。また明日はちょっと大変な日になりそうなんです。本当は今日ね、そのプラマーが電話してきて、もしかしたら今日仕事入ってたのがキャンセルになるかもしれないので、一日早くボイラー入れられるかもしれないよって朝こちらから連絡したら、そういうこと言われたんで、すごい楽しみに待ってたら、今こちら午後の2時ぐらいなんですけど、あ、やっぱりあれだった、予約した人が電話してきて来てって言われたから、あ、ダメだったとか言って、すごい結構こっちはすごいよ、真剣に悩んでるのにお湯がなくて軽く言われたんで、あ、でも一日、もう一日お風呂に入らないぐらいじゃね、別に私が突然匂うわけじゃないし、まあいい、仕方がないわと冗談を返して、まあ明日の朝、その私のボイラーを持ってあのお店に行ってもらって、交換してもらって、で交換するときに、あの新しいボイラーの方が高くつくと、その差額を私が払わなきゃならないということで、そういうことがあると、もう本当に車のために取っておいたお金がなくなっちゃうので、もう本当にね、こう人生いろいろあるときって本当にこう重なりますよね、続きますよね。でもそれをまた、これがアンラッキーだとか悪運だとかって言っちゃうと、そこで気持ちが下がるので、まあまあ2年で壊れちゃうボイラーってのはちょっとひどいですけど、まあ、車に関しても家に関してもね、車は20年以上乗ってる、家はここにもう30年以上住んでる、だからガタが来るのは当たり前なので、これも人生だということなわけですね。そんなわけでゆうちゃん、おい、ゆうきが水玉のお洋服着ているんですけど、じゃあゆうきと一緒にね、ゆうきと一緒に お家に入りたいと思います。ゆう、はい、どうした、はいはいはい、ね、ゆうちゃんかわいいでしょ。はい、じゃあ皆さんに、今日も一日良い日を、またねー。